こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。レバーですね、豚レバの塩コショウ唐辛子ソテーですね。豚レバの香辛焼きですね、香辛炒め、豚レバの香辛炒めで、全部で 300g ですね。 300g で、だしオムレツ、だしオムレツ、千切りキャベツ、白ご飯。今日はこんな感じになりますね。はい、肝心の体重測っていきます。何キロでしょうか。昨日より増えてるか減ってるか。お、わずかに減ってる。ソーセージが切れたからかもしれないですね。体重 55.5kg、 やっぱソーセージが太るねんな。体重 55.5kg、 体脂肪率 11.7 かな。体重 55.5kg、 体脂肪率 11.9、 基礎代謝1316、内臓脂肪レベル3、筋肉量 46.3、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 もう一度、体重 55.5kg、 体脂肪率 11.9、 内臓脂肪レベル3です。ちょっとずつ減ってますね。やっぱソーセージは食べないようにした方がいいか。もう一度、レバーです。これ第一陣、ちょっとね、唐辛子多すぎました。辛い、もうちょっと制限すべきでした。だしオムレツ、千切りキャベツ、白ご飯です。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。